チョコパイ、三角チョコ、欲張りいちごはいつからですか？これはもうやってるの？それとも11月中旬からとかかな？あれは明日から。いいこと聞いちゃった。明日から。え、ちなみにさ、アザマックって三角チョコパイないんだっけ？朝は食べられない？朝はダメなの？朝はダメなの？あ、新しいギフト。あうん、三角チョコパイのいちごの話。明日らしいギフトはあさってからですね。あさってから、しあさってから10日までかな、11日からか。うん、朝マックはないのか。ありがとう、教えてくれて。そうなのか、そうなのか。うんうん、え、朝もあるよ。え、ほんとに？おおおおお、それはそれは。全時間って書いてますね。おおおお、それは朝食べるしかですね。朝から食べられるね、嬉しい。朝ちょっと早起きしなきゃ。そしたら明日の朝。やったー。朝の時間は帰るようになったんご。そもそもとは帰れなかったのか、帰るようになったのか。へえー、そっかそっか。うん、来ました。おかえりなさい、おかえりなさい。あと1分か2分ぐらいで集まるかな。お、こんばんは。ゆみりんが8時20分お知らせします。ということでですね、はい、見てきました、見てきました、皆既月食。メールに送りましたので届いたら見てください。はい、めっちゃ見えた。見えた？みんなも見た？この10分間で月見ました？すごい上の方に。そう、赤かったね。ね、赤かった、赤かった。おお、大好きタワー、毎日タワーありがとうございます。コーラさん、ベストヒット歌謡祭頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。おしょいおしょい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。大好きタワー、ありがとうございます。すごいすごい、うん、よいしょい。今日も茶色のマスカラなんですがどうですか？いいよね、茶色のマスカラ。ベストヒットも茶色にしよっかな、ちょっと悩んでます。迷い中。ベストヒットは、ベストヒットは迷い中。迷う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 です。どうしようかな、どうしようかな。
442年ぶりだっけ。それはね、天王星がね442年ぶりでね、月食はねいっぱいあるよ。まあ、いっぱいあるって言っても毎日あるわけじゃないからね。レアレアの空ですよ、レアレアの空つくしちゃん、つくしちゃん、ツッキー、なんでツッキーなんだろうね。つくしだけど、ツッキー、あー確かに。しかもそうだね、雲がなかったりお天気が良かったり、ほぼほぼ全国的に見えるんだっけ今日は。皆既月食ね、ほぼほぼ。出ないかな、中継とか出なさそうだね。ほらほら、はい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 ね、なんかネットとかだったら出るのかなね。楽しみですね。ね、あさって楽しみだね。あ、ネットでライブしてる。あ、そうなの、いいね。そろそろ終わっちゃうので見てきてください。皆さん見てみて、見て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 、今日は割と早めの気象だったので、ちゃんと寝られるかな夜。最近ね月が悪くって、あ、それかな。でも今日どうない、ある、あ、ちょっと分かった、ライトの加減かな、この辺だったら雲なさそう。そう、なんかね月はあんまり良くないかも。なんか寝ちゃえば全然寝るんだけど、良くなくて、でも朝もね眠たいの。うん、ヤクルト1000飲んでみた。あ、ちなみにヤクルト1000はね飲んでるんですよ私飲んでるんですよ。そう、えらい。最近結構割と一時期よりかはね見るようになってきたよね、コンビニだったりとかでね。ーさすがーって。くまねちゃんはね、そう一緒に寝てるよ、くまねちゃんと。まいやんも寝つきが良くないって言ってましたよ。あ、本当に、じゃあ一緒だ、嬉しい。じゃあ今日の夜寝つけなかったら、まいやんと一緒だって思いながら寝よう。やったー、一緒だ一緒だ。
るよね。いやでもね、疲れすぎでもなさそう。あ、プリッポッキーのプリッの日じゃん。あと明日の明日の明日。こんばんは、こんばんは、こんばんは。どうしたらいいことやら、どうしたらいいことやら。いやーでも嘘みたいな月だったな。その皆既月食になる前の月見ました。あのね、まだ低い位置にあるね、月をね見たんですけど、どこも隠れない月。なんか嘘みたいな月だった。ドラマに出てきそうな、貼り付けた貼り、なんかドラ、なんか嘘みたいな、本当に CGみたいな感じの月だった。見た？やばいよね、なんか月って。あ、ミスドも食べなきゃ。いやー、ミスドの CM じゃなかった。あんなにミスドが食べたくなったのに、アプローチの CM だった。そんな、そうなのかこの月ってかくない？大きくないですか？今日の月ね。月旅行行けるかも。月旅行行きたいな。もうちょっとお手頃な値段ででしょ。もうちょっと、あと50年ぐらいしたら。でも75でしょ。私の75は何千万かけて月に行きたいのか、何千万をなんか孫とかにとかに使うかって言ったら、多分孫とかに使うんだと思う。孫に使ったりとか、ちょっといいお野菜買ったりとかそうにしそう。もう別にあと何年生きるかわかんないしって感じでどうだろう、もうちょっと安くなったら行くかも。何千万とかだったらまだ行かないかな。いやでも分かんない、その時に私が何兆とか持ってる人だったら行くかもまあ何千万だし、ちょっと5回ぐらい行っとく、月って感じで月行ってるかもしれない。確かにいくら持ってるかだよね。いくらは皆さんはいくら持ってるんですか？いくら持ってるんですか皆さん。全然教えてくれない、全然教えてくれない。みんな私のこといっぱい知りたいのに、みんな自分のこと全然教えてくれない。まあ殺されちゃうからね、お金あるって分かった。嫌だよね、そうだよね、そうだよね。ある程度ある程度
じゃあちょっと匿名の投票、あなたは貯金が あなたは貯金が100万円以上あります、にありません。はい、あなたは貯金が100万円以上あります、にありません。これそう匿名なので、あのどっちでもいいです、自分の方で。まあ学生さんとかいるからね、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、えい、おー、65% の人があります。へえ、ありがとう、教えてくれてリアルな投票結果。確かになんか学生とかだと貯金なんてできないもんね。うんうん、ミリンとキスできるかな。ああ、結婚したらねできると思いますよ。それは貯金するより使いたいよ。あ、いいですね、いいですねみんなあと100万円は絞れるのかってめっちゃ面白い。みんな貯金も大切だよ、貯金もしてね、貯金もしてね教えてくれて、なんかこの生活してたらなんか普通社会人として一般的にみたいなのをさあまり知らないくなっちゃうからさ、そう分かんないんだよね確かに。お話し会何回できるかなって、そう 60何%の人が何回分来れるかな、ねえ、まあ好きなことに使ってください、皆さん好きなことに使ってそっか、ありがとう。まあでも自分が何に使うのかはもう自分でしか決められないので、なんかそう自分が使いたいように使って、もう私に使いたいって思ってくれたらそれでもいいし、あの貯金したいってなったらそれでいいし、どっか旅行したいってなったらそれでいいしね、もちろん、ね、自分で働いてたお金だもんね。愛より現金、いやー愛ですよ、愛ですよ。なんかめっちゃわざとらしわざとらしく聞こえるけど愛ですよ、それは一番、ね、ねね。
あ、貯金より株をたくさん買いたい。いいね、かっこいい。とってもかっこいい。あ、そうだ、みんな見てきて見てきて。と、私はね、そう、ちょっと実況されてももう見えないので、見てきて、みんな、ぜひとも。月気になる方見てきて。私はもうさっき10分間もらったので、月休暇 月休暇もらったので。うわー、でも明日はちょっとメモしとこう。月見パイ、月見パイじゃないわ、ちょっといろいろ混じった。三角チョコパイ、かっこいちご、閉じた。あーとあれだ、よいしょよいしょ。月見パイも美味しかった。ああ、いいね。でも私は月見バーガー派ですね。楽しみだなー。楽しみだな。明日何時からやってるんだろうな、そこ。あ、はい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 。あ、はいはいはい。あ、はいはい。あ、はいはいはい。あ、はいはい。その予定が埋まっていきますね。あ、エッグマフィン美味しい。いいよねー。わかる。とってもわかる。あ、でも明日食べ、私ね、最近油物がすぐ肌荒れちゃうようになってきちゃって、そうなの、本当にすぐ次の日とかにポツポツってできちゃったりするんです。全然寝不足とかじゃなくて、本当にコンビニのスナック、コンビニのレジ横のチキンとか、一撃でやられちゃう。唐揚げとかもね、そう、すぐ肌に出ちゃう。体質が変わったの？いや、それか、なんか最近気がついたか、ようやく、なんか油物を食べない日が続いて、食べて次の日にとかで、あ、私もしかして、なんだか肌荒れが治らなかった時とかって、もしかして原因はこれだったのかとかなって。そう、確かに体質が変わったのか、最近気がついたのか、どっちかですね。どっちかです。どっちでしょう。まあでもどっちかです。そうだからね、いっぱい食べたいんだけどね、歌番組で。そう、肌荒れしちゃうと悲しいので。
また歌番組終わってからいっぱい食べたいと思います。触り心地はね、まあプニプニです。プニプニです。耳たぶもプニプニ。花粉症ですか？めちゃくちゃ花粉症、超花粉症。多分ね、秋もちょっとかじってると思うな。本命は春なんだけど、秋かじり花粉かな。そんなにだったけど、ちょっとあららって感じの時あったから、そうだった。そう、アレルギーをね見たいんだけどね、注射が怖くて。アレルギー検査ができないの。なんかね、多分他にアレルギーねあると思うんだけど、そうなの、あると思うんだけど、知らない。そう、でもまたね、今年中に献血も行かなきゃ。今年献血行けてないから、献血、二十歳の献血。好きなのにアレルギーあった。そう、献血行くとね、でもなんか成分表示っていうか、なんかいろいろ調べておくれる。アレルギー検査はないけど、そう、献血もうちょっとだから、ね、でもね、そう、勇気がまだ出ない。やっぱりちょっと注射がダメなので、あの針を何十分も刺されるんでしょう、ちょっと考えたくない。あーってなっちゃう。そう、でもね、注射が無理な方とかね、そう、私も注射がねダメだけどね、献血は行ってるって言ってもまだ1回しか行ったことないけど、そう、いける大人になろうと頑張ってるので、一緒に頑張りましょう。献血の針は大丈夫なので、全然大丈夫じゃない、大丈夫じゃない。点滴とかどうする？え、もう絶望。絶望。でも点滴される時ってもう結構体力的に絶望な時だから、もうどうにでもなれって感じ。もうどうにでもなれっていう感じ。予防接種とかもね、そう、頑張ってるけど、本当はやりたくない。本当はやりたくない。
を見ると、あ、なんか先端恐怖症とかじゃなくって、あの刺され痛い、刺されるのがね、うわーおかかかかかってなる。痛い、めちゃくちゃ痛い。口の中は平気でも全然平気じゃない、本当に好きな人もいるよね。そうなの。まあでもね、いろんな技術は上がってどんどん針が細くなったりとかしてるのでね、将来痛くない、本当に痛くないし何も感じないね、針とか発明された時にあのアレルギー検査に行こうと思いますね。いろいろ発明どんどん進んでますしね、あの蚊が刺しても痛くないし何も感じないのをいろいろね調べてくださってたりするので、うん、そうなったらね本当に痛くもなんともない注射針が来ますよね、いつか。そうだからなんかまだ PCR の唾液とかこの唾液だったり出すやつだったりとか、そのなんかほじくるやつとかじゃない、まだその前の時に抗原検査か PCR かわかんないけど、なんかこうパチンってやってここ針で刺してここの血取ってそのコロナのやつをやるのが一番最初らへんにあったんですよ。抗体検査か、抗体検査なのか、なんかそれをなんかそれをすっごいやって本当になんかだからそういや本当にねあれね自分でねガンってやってプシッってやってプシッってはぁーってなってやるのだから本当になんかね、みんな痛くない痛くないよってマネージャーさんとかね言ってるしね、メンバーとかもね、え、痛くなかったよってすごいなんかパチンって言うだけだよとか言ってたのに、痛いのよ、普通に痛いし血出るし怖いし自分で刺さないといけないしめっちゃ怖くって、で一番最初の時は本当に無理だったからもう自分でできないからマネージャーさんになんか好きなタイミングで押してくださいって言ってマネージャーさんにパシンってやってもらったのと、いやでも自分でやったことないかも、全部マネージャーさんにやってもらってるかも。そう頑張ります。もう本当になんでこれ前もやったじゃんってなってた、いつもまたこれやりますって前もやったじゃんこの間やったじゃんこれってさなんでそんなに私の血が欲しいなってなってた、本当にそう本当にそうなの、何回もやったの、なんでそんなに回数やったんだろうね。でそれは多分そのいろんなところに行くから私もだからその
行く前だったり行った後だったり、そのもし何かあったらすぐね分からないといけないじゃないですかね。だからそれはもちろんマネージャーさんだったりスタッフさんは全然間違ったことはやってないんです。普通に定期的にやらないといけないものなんですけど、そうだからそれがなんか唾液とかになった時にはもう本当になんかお安いご用さって感じだったでも病院とか行くとあのインフルの時みたいに鼻からもううわーってやられるじゃないですか。あれは慣れないよね。あれはインフルの時から慣れなかった。もうなんかね、突き抜け、もう頭突き抜けられる、そこまで行くと頭突き抜けるでしょって感じのところまで、そう、いやそんな入んないって、もう入んないって痛いしっていう、ちっちゃい頃とかインフルエンザになってきついっていうよりインフルエンザっぽくなったらあれやらないといけないから本当に嫌だった。そう、本当に嫌だった。でもね、もう本当に毎年インフルエンザになる子だったから、A も B もなるみたいな、ほぼ毎年だったから、ほぼ毎年やってました。そうだね、ねえ、でも一番正確な結果出るんだよねって、ねえすごいよね、これ考えた人本当に。途中から私 STU に入ってからねインフルエンザなってない、そうちょっと気張ってるのかもしれない。 STU じゃなくなった途端にインフルエンザになるかもしれない。そしたらね、だね、入るまで前本当にほぼ毎年なんて、この20年間ぐらい ST 入るまで生きててならなかった年って、その乳児とかを除いたら本当に 1、2回かも、1年間ならなかった年って、それぐらいね本当に毎年なってた。どっちもとかA も B もとか良くなってた。そうだね、なんかグループ入ってから休みたくないっていう、なんだろう、病は気からなんだろうね、きっと。私はみんなは、みんな全員がそうじゃないけど、自分のせいで自分の仕事を迷惑かけたくないし、そう、ワクチンはね3回打ちました。すごい、全然3回目もねめちゃくちゃ熱が出て、よ、なんか全然4日間ぐらい下がんなかった。ずっとなんか 3日目か4日目かに下がったかなと思ったら、まだ全然下がってなくってみたいな。そう、
大変。うん。ね、なんかなる人とならない人いるって。ちょっと私はね、結構ね、そう、熱めっちゃ出ちゃう人。2回目の時もね、めっちゃね、そう、3、4日熱出たのよ。あ、すごい、みんな5回目打ちます、4回目打ちます、頑張れ頑張れ頑張れ。まあでも受ける受けないわね、そう、自己判断なので、はい、全然受けた方がいいも受けない方がいいもね、そうだよね。また年末に向けてちょっと増えてるってね、ニュースで見るし、ちょっとね、体調も整えなきゃいけないですね。明日5回目打ちます、頑張れ。副反応あんまり出ないといいね。ね、なんか受けられない人もいるからね、こう体調的にね。うん、そうだよね。そう、あとはそう、なんか毎回同じお医者さんに打ってもらってるんだけど、うん、はっって感じです。でなんかでこの辺まで上げないといけないじゃん。でこの辺まで上げて、はい、じゃあその辺まで上げててねって言われて、なんかしゃべ、なんかそう、看護師さんにお医者さんにこうやって伝えてねって言われたことがあって、あ、なんちゃらがなんちゃらって看護師さんが言ってましたって言ったら、それなんちゃらねって、でももうこれ打ってるからね、はい大丈夫だよって言われて、ほっとつく。慣れてるってさ、そう、めっちゃ慣れてる。お医者さん、さすがお医者さん、安心安全の。まだ油断大敵ですね。ね、まだまだ油断大敵ですね。私も5月にねなってるけど、今のとは違うやつだから、もうなってるとはいえもう関係ないもんね。うん、だから本当に気をつけなきゃだし、ね、でも STU 自体は結構落ち着いてきたよね。そう、みんなでなったのは5月くらいかな。ね、そう、とはいえ、くらいとはいえね、みんなでなっちゃったから、あれだね、最近なんかみんな全員で
何かをするっていうのがないからね。あの時はそう、なんか全員で動くことがいっぱいあったから、そこでねお互い落とし合っちゃってたのかな。ちょっとバタバタしてたしね、みんな、うん、いやでもこれから歌番組でね、まあ、とりあえず10日終わったらまだあと何個出れ、何個出れるかなって、次何に出れますかっていう感じなんだけど、もしなんかこれも出れます、これも出れますってなったらさね、これからみんなでいっぱい会うことになるからね、お互いが。とはいえ気をつけてでもなっちゃうこともあるから、その時はねゆっくり休もう、誰がなってもそれは、うん、ね、おしじかたかたん、おしじかたかたんね。数年で正しい手の洗い方っていうのがもうなんか身についたよね。もう泡立たせばいいんでしょとかじゃなくて、ちゃんとさもうあの手首だったり爪だったりとか手の間だったりとか、もうなんか菌を落とそうっていう手洗いに変わったかも。なんかそう考えると自分って手洗いってなんか普通にワシャ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 してワシャワシャしてワシャ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 じゃーみたいな感じだったかなと思ったね。ちゃんと外から帰って、しかもすぐ直結みたいな、直結直行直行、手洗いに直行、手洗いの大切さね。そう本当に、あとなんかむやみやたらになんか人がいっぱい触ってるところに触らなくなったのね。とか触ったらなんかすぐ消毒したりするようになった。あとはいろんなところに消毒液がね置いてあるから、その消毒する頻度が増えるよね。ね、あんまり合わない人とかはすぐ手荒れちゃうけど、それがね、それはほどほどにだけど、うんうん。あ、確かに除菌シート、確かに確かに私も持ち歩いてるね、なんか食べる前とかね。そうなんだ。いい宿ですね、かっこいいけど、あれかなんか引き出しとかに入れられないから、そこは不便なのかな。かっこいい、いい宿ですな、とか。確かに消毒ってもうね、当たり前にやるようになって、どんどん
世界は変わっていくんだな、いろんなことがね。え、ね、早く戻ってほしいよね。っていうことで、ちょっとメールを送ります。私メールを送ります。もう9時だね。10時前ぐらいには終わろっかな、配信ね。ただ一つの地球の上ね、なんか地球の上って感じしますよね。こうやってみんなで天体観測して、とっても素敵レスイート、レスイね。じゃあ月様見てね。しなく、世話しなくっていうよね。世話しなく、寝る寝る、ティニーティニー4、あと1つ、あと1つ、お休みメールだな、これは。一緒の時間に見れたの嬉しいね。ね、一緒の時間に見れたの嬉しいね。あ、ありがとう、こちらこそ呼んでくれてありがとう、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 ありがとう。ちょっと私のスケジュール、はい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 、こうなってこうなって、あーなるほどね、
ごいのが見えますね。こんななんかいいね、こうやってで次のね皆既月食もね一緒に見られるといいね。3年後、3年後、25年、2025年、3年後、ユビニに教えてもらんかった、見てない、本当に、そっかそっか、見たいね、ねえ見たいね。みんなその時までぜひ元気でねえ、ファン元気でいてください、ぜひ。何してるだろうな。どうなってるかな。3年後このコロナ禍はもう終わってるのかな。もうライブで声は出せるのかな。ねえ、出てほしいね、ねえ本当に。だって最初お話握手会がさ最初中止になった時とかさ、まさかこんなに会えなくなっちゃうとは思わなかったよね。中止になってすごく残念だったけど、なんかこんなにね、いろんなことができなくなっちゃうって、いろんなことが変わっちゃうって思わなかったもんな。確かにオンラインお話し会になって直接は会えないけど、逆に直接会えない人と話せたりとか、あのなんか当たり前に日本に来てる人じゃない、なかなか日本に来れない海外の方だったりとか、あと長期入院中の方とかね、わざわざそのテレビ電話ができるところまで移動してお話し会してくれたりとか、そう、あー確かに配信は確かに増えたかな、増えたか、増えたか、意外とそんなに変わってないかも、私。そう、そんなに変わってないかも。最初からなんかしてるのだかしてないしだかわかんないぐらいしてたりしてなかったりしたから、そんなに変わってないのかな。自分的にそんなに配信の頻度とかは、あ、変わってないかな。ね、あまり変わってないね、意外と。そう。劇場公演とかも48グループは毎回配信がもともとあったもんね。ね、
音大にお話し会ってなんかもし完全に握手会ができるようになったとしても1日ぐらいあってもいいかもね。もしかしたら1日だけ、逆にそっちの方が人気になっちゃったりして、今はリアルお話し会がすぐねみんな完売しちゃうけどね、それこそ3年後とかは人1日しかないリアルお話し会の枠をめぐってみんなリアルお話し会から撮ろうみたいな感じのねえなってたりするかな。変わるだろうな3年。あ、広島駅ができてます。3年だったらずっと工事してる広島駅がもうできてますよ。やったーやったーやったー改装中、そうずっとね工事してるの。ねうんいつからだろう、もう3年前とかからしてたかな。3年前4年前ぐらいからしてた。私が広島来てからちょっと経って始まったかな。最初の1年とかはそんなにしてなかった気がするけど、そうなの。ずっと工事してるねえ。あれ前は上で通り抜けができなくって駅の反対側に行くには地下道を通らないといけなかったの。そう、それがまずは上が開通しただけでもねすごいなって思う。あれ上開通しなかった時なんかもう逆にあんまり思い出せないかも。新幹線口の方とか思い出せない。その在来線の方は噴水があってね、駅の前にお尻みたいなね噴水があったの。あれ何なんだ、私ずっとお尻だと思ってるったんだけど あれなんだろうな。あ、マックあった。そう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 、新幹線口側じゃないよ、あれ在来線口側だよ。じゃないっけ、あれ在来線口側じゃないっけ、ね、南の方、南口の方マックあった。ねえ、そう、双葉都市もねなくなっちゃったしね、広島駅の隣の駅ビル。そっかり変わった。
そう、広島駅にマックがなくなっちゃってね、悲しい。広島駅マック行ってたなーってみんな行ってる、みんな行ってる。しかもめっちゃいつの間にか、なんか私工事をめっちゃやってる時期に結構東京にいて、 AKB さんのシングルの活動とかで1ヶ月とか広島離れて帰ってきたら、え、何これみたいなのめっちゃあった。もう帰ってくるたんびに広島駅が新しくなってて、何これって、あ、こんなのができてるとか、こんなお店ができるんだってなってたし、あとはそのあ、なんかこれがなくなっちゃったとかなってた。そう、街が変わってた。いや、あの駅をねずっと工事してるから、そうだから駅がすごく変わってて、帰るたびに広島に。なんかこれがさ、もし私が工事する前の状態しか知らなくて、久しぶりに広島に帰ってきたら、なんかこう新しくなっててすごくなんか嬉しいような寂しいような気分になるんだろうなって思ったね。え、そう、徳山駅し山口だと徳山駅も新山口駅も結構変わってて、そう、結構どっちもねずっと工事しててめっちゃ綺麗になった、うん、すごい、そう、めっちゃ綺麗になった。そんなに長く工事、あ、でもだいぶしてるかな広島駅。うん、そうなの。うんうん、あ、渋谷も確かに渋谷も工事してるよね。そう、ちょっと私渋谷ほぼ毎週行ってる人だからね、その NHK があるんで。いろんなところが工事してるんだ。うーん、一般的な家ってさ、どれぐらいで建つの？例えば2階建ての家を建ちますってなったらさ、1年ぐらいで建てられるのかな、普通の民家で。そのなんかこだわりにもよるけど、大体だと半年ぐらい。え、そんな早く、そんな半年、そうなの？2階建てでも木造だと3ヶ月くらいかな。え、そんな
なの？そんなに早いの？えー、そうなんだ。そうなんだ。私2年ぐらいかかるんだと思ってた。基礎からだからだともっとかかる。どういうこと？あのん、どういうこと？あのなんか土台を作らない場合もあるの？逆に基礎できたらってさ、あれでしょ、なんかそのなんか四角くなってるやつでしょ。あれ作るのにじゃあ逆にどれぐらいかかるの？基礎工事にどれぐらいかかるの？基礎工事。基礎工事にめっちゃ時間がかかるの？基礎が大切だからね、何事もね。あ、1週間から10日って、あ、そんな そんな、そうなの？半年で家って建つの？なんだ。そうなんだ。そうなんだ。すごいね、家作る人って。兵士さんも大工さんもすごいな。ねえすごい。毎日大変。家建てたい人ですか？立ってる？もうみんなは。立ってる。もういらないか。仮暮らしだよ。かわいい。アリエッティだ。ああ、マンション。マンション暮らしです。賃貸で大丈夫かな。最近どう？家建ててる？マンションでいいかな。建ってます。建て売りが一番。小さな小屋作った。100
100年ほど前に建てた。職人ってかっこいいね、ドンジャルジュって。もう本当に本当にマンションが楽だな。住宅ローンを抱えてます。ユミニとタワーマンションに住む。でも私多分タワーマンションには住まないと思う。マンション派です。老後考えると持ち家あるといい。そうなんだよね、老後考えるとね、戸建てがあるといいよね。あ、田舎に新築の戸建て買った。そう、私それがいい、それがいい。どこに建てたの？どこに建てたの？お部屋一部屋余ってない？家の中に暮らしそう。なんかツリーハウス、ツリーハウスをこの間テレビでやってて見たんですけど、ツリーハウスって木が成長しちゃうから、その永遠のものじゃない。だってその時の木に合わせて作るけど、木ってその生きてる木に対してツリーハウスを作るから、そのどうしても木が成長してっちゃって、10年ぐらいでもう形が変わっちゃうっていうか、もうね、なんか木が成長してる、メキメキメキって感じになるんだって。すごいメンテナンスとかしないと。そう、すごいよね、切ってきてるんだよねってなった。そう、すごいよね、切ってすごいよね、本当に自然ってすごい。そう、でもそのツリーハウスの職人さんとかがちゃんといて、その時の木のに合わせて全部一からね、同じ、全く同じ木とかはないから、もう一から全部設計するし、ね、全部オーダーメイドだよね。そう、だからなんかそういうのもいいよなって思った。でもこう永遠な家じゃなくって、ね、その時楽しむものっていうか、ちょっと憧れるよね、ツリーハウスって。自分のツリーハウス欲しくない？ツリーハウス、でも自分のツリーハウスまでは行かなくていいけど、なんかツリーハウスに泊まってみたいな。ちょっと探してみよう。ツリーハウス、ツリーハウス宿泊。あー、でもなんかあるんだやっぱり。へー、あるんだ。あ、なるほどね。こう木にツリーハウスじゃなくって、もう木に沿ってじゃなくってさ、もう自分で木作っちゃうやつね。はい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 。木に沿ってじゃなくってね。なるほど。あ、でもこれは木に沿ってだ。キャンプ行きたいな、キャンプ行きたいな。もう寒いかな、キャンプ。寒いかな。これかわいい、青森県のかわいい。そうだよね、夜寒いよね絶対、冷え切っちゃいそう。
あ、秋だったな。まあ春か、次春か、春行けばいいか。寒そうだけどグランピングはしたい。あ、でもなんかココアと泊まったところは、あのユミココアでご褒美ロケで泊まったところは割ともうあの夕方から寒くなる時期だったんだけど、あのそうグランピングの中がめっちゃくちゃ暑くって、私はそう寝るときにめっちゃ暑いくらい、めっちゃあったかくって、外はもう凍えるぐらい寒いの。そう外だと凍えるぐらい寒いんだけど、うん、ちゃんと暖房がついてるからめっちゃあったかかった、楽しかった。いい設備だったね。そうよかった本当によかった、楽しかったな、本当に楽しかったな。グランピングは憧れだなね、憧れだよね。またマイカーでしたいなね。ふちゃん卒業の時にみんなでカバーベキューしたりとかいろいろしたからね、またやりたいな。おきちゃん就任ずっともキャンプファイヤーよくないですか、とってもよくないですかあ、キャンピングカーはね、なんか小学生の時にめちゃくちゃ憧れた。私キャンピングカー生活したいって思ってた。ありますよねそういうの、キャンピングカーで暮らしてる方とかいますよね。にめちゃくちゃ憧れてた、キャンピングカーで寝泊まりしたい。キャンピングカー欲しいよね。うちのパパ買わないかな。うちのパパ買わないかな、キャンピングカー。ねえ、一回はなんか乗ってみたいな。あれお高いんでしょ。あ、ねえ、そうだよね。まあだってもう家じゃんあれは、それなりの。あ、今安いやつあるらしいけどガチのやつ欲しいね。確かに確かに、なんかちゃんとしたっていうかね、え欲しいよね。わかる、わかる、わかる、になっちゃうね。あ、ちょっとそろそろ終わりますが、ちょっとその前にメールを送りますそろそろ終わろうかな配信。ありがとうございます、まったりまったり。ありがとうございました。あれさすがに寝ながらだとダメなんだよね。の動いてる間はちゃんとシートベルトして座っとかないとダメなんだよね。あの上にベッドとかあるけど、だよね。何人まで乗れるんだろう。
ちゃんも、あんこちゃんも乗って、ね、家族で旅したいね。ふわ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 、あ、キラキラしてる、キラ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 、ありがとうございました。やっぱ明日は配信がないので、次はベストヒット歌謡祭でお会いしましょう。ベストヒット歌謡祭、よろしくお願いします。明日の朝、明日の朝、間違えた、明後日の朝またツイートするので、おはようございますって、はい、なのでぜひ拡散してくれたりとか、応援コメントくれたりとかしてくれるととても嬉しいです。割と朝早めのツイートになるかなって思います。はい、よろしくお願いします。ハッシュタグとかあるの？どうなんだろう、今回はないのかな。なんかいつもなんかあるよね。スティーはなんちゃらで見るのが一番可愛いみたいな。なんかないんじゃない、わかんないけど。ちょっと聞いてはないですね。でも当日なんかツイッターの方が言ってたらそれかな。私は今のところは聞いてないです、何も。何も聞いてないです。もう STU48 でいいかな。そう、 STU48、 あと、みんな滝野由美子は頼みました。みんなにかかってます。よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとう、よろしくお願いします、頼まれました、ありがとうございます。それではじゃあ壇上を読みます。13位、七福神さん、ありがとうございます。12位、ホアンさん、ありがとうございます。11位、七重さん、ありがとうございます。10位、はるさん、ありがとうございます。9位、けいさん、ありがとうございます。8位、おっくんさん、ありがとうございます。7位、 OGM さん、ありがとうございます。6位、スランプくんさん、ありがとうございます。5位、ガントチャートさん、ありがとうございます。4位、笠置さん、ありがとうございます。3位、イソケンさん、ありがとうございます。2位、バディさん、ありがとうございます。1位、コーラさん、毎日愛し、ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。毎日タワーも。ありがとうございました。ありがとう。今日もタワーありがとうございました。コーラさん。おやすみなさいです。はい、ということで、あ、もう月食終わったのかな？何時までだったんだっけな？もう40何分とかで終わりだよね、確か。あ、部分食の終わり、21時49分、あ、ちょうどもうお月様が月々してる頃ですね。月々、お月が月々してます。ほぼほぼ終わってるところですね。ちょうど、あ、すごい、え、私すごい、ちょうど今
なんか月食に合わせての配信だった、めっちゃ。だって本当に ちょっとさいね、途中月食休憩あったけど、なんか月が戻ったので月に戻りますみたいな感じ。月が隠れてる時しか配信ができない。月が元に戻ったので、じゃあ私は月に帰るので配信を終えたいと思います。53分か、だから本当に4分前とかに終わったのか写真撮ろうと思ったけど小さくて。そうだよね、私もちっちゃかったからめっちゃね、メールの写真とかね超拡大した、いっぱい頑張った。これだけ見るとさ、何が何だかわからないよね、本当にね、本当に本当にだよね。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。またあさって、メールの方は明日、メールじゃない方はまたあさってのベストヒット歌謡祭で会いましょう。ぜひよろしくお願いします。それではおやすみなさい。バイバイ。